レーモンド・マリー・シェイファーレイモンド・マリー・シェフイシェファーはカナダを代表する現代音楽の作曲家サウンドスケープの提唱者日本ではサントリー音楽財団の移植時にマリー・シェイファーと紹介されておりこの呼び方が最も広まっているオンタリオ州のサーニアで生まれるトロントの王立音楽院で学び後にヨーロッパ各地でも学ぶ1964年から ブリティッシュコロンビアのサイモン・フレーザー大学で教える。教育的な著書も多数で、代表的な作品は、大編成の還元楽曲、ノース・ホワイトや、全曲で2時間かかる、ルストロ3部作である。作品はしばしばテープなどの電子音楽と組み合わせて、作曲されている。日本への紹介は、竹光通る企画構成の、ミュージックトゥデイ77で、 アルカナが演奏されたのが最も初期のものと考えられ、その後、1980年6月、ミュージック・トゥデイ80のマリー・シェーファーの夕べで大きく取り上げられ、一躍注目された。1995年7月8日には、サントリーホール国際作曲移植シリーズナンバー20として、精霊が東京のサントリーホールで初演された。2005年に、 パトリアと呼ばれる一連の音楽劇を完成させ、ニューヨークタイムズから指輪や光と並ぶ巨大オペラの傑作と評された。彼の合唱曲は近年、日本でもしばしばコンクールなどで演奏されている。日本の合唱団のために書かれた作品として、自然の声ボックスなつらえ、17のハイクセブンティンハイク、こう思うイマジェニングインセンス、ナルキスソストエコーの 新話ザミス・オブ・ナルキッソス・エコーがある。2021年8月14日、アルツハイマー病の合併症により死去。88歳没。シェーファーの音楽作品は、ユニバーサル・エディション、アルカナ・エディションズなどから出版されている。ありがとうございます。